チ、田口からギレルメ、ボールをキープ。さあ3バックの一角、新里も上がっている。その新里にボールが出るか。ニアサイドには松浦、そしてゴールの正面には小川幸喜もいる。松浦のシュート、ゴールが決まった。君の岩田先生、11番の松浦がゴールを決めました。松浦拓也がゴールを決めました。守備の岩田先生、チームにとって3試合ぶりの先制ゴール。いや、前半途中にね、グレルメ選手のクロスの精度っていう話しましたけど、はい、ここは素晴らしくうまく合わせてきましたね。グレルメ、そして新里が上がっていたシーンでした。最後ゴールネットを揺らしたのは11番の松浦です。松浦は今シーズン初ゴールということになりました。いや、3バックの一角の新里が上がってからのチャンスシーンでした。新里選手一つ思い切って上がったところがこう得点つながりましたよね、はい、そしてギレルメと絡んで最後は